それほど気負わなくとも大丈夫ですよ。うちの生徒たちはみんな癖は強いですがいい子ですし、きっとすぐに仲良くなれます。君の種族のことでいろいろと言われるかもしれませんが、校則により種族差別は禁止となっていますし、君は何も心配せずアルデリック校での学園生活を謳歌してください。そうか、君はそれすら知らないんですね。いえ、君の事情は把握しているわけですから、僕の配慮不足でした。こちらこそすみません。闇の階級についてはご存知ですか？種族によって階級ランクが変わる制度です。例えば、あなたの種族は何ですか？そう、そのゾンビ種は闇の階級における最下層ランクに位置づけられています。逆に頂点に位置するのは人魚、その次が吸血鬼、続いて上級悪魔にメデューサもいますね。種族が多すぎて名前を挙げていくとキリがありません。ですがこの学園内においてはこの階級にそれほど意味はありません。先ほども言った通り、校則で階級差別は禁じられていますから。この学園の理事長だって階級ランクとしては下の部類に入る透明人間ですしね。その名の通り透明になる能力を持った種族ですよ。それにこの階級の上下関係は本能で察知できますから、無理に覚える必要もありません。言葉だけではよくわからないでしょう。試してみましょうか。動くな。いいか、動くな。これは命令だ。はい、おしまい。ね、動けなかったでしょ。今のが君の本能。怖かったでしょ。僕は君より階級が上の種族、フランケンシュタインですから、僕の命令には逆らえないんですよ。本来は自分より下の階級のものを刺激するための能力ですが、何度も言いますが、この学園内においては服従命令を行使するのは禁止です。もし君が誰かに命令されそうになったりしたら、すぐに僕に相談してくださいね。さて、それじゃあ行きましょう。君の教室はそこの角を曲がったところの。Thank you.
たその話かい。あんたもしつこいね。掟を破って町を抜け出してまでうちに来て、そんなつまらない話しかできないのかい。毎日毎日よく飽きないもんだね。アルデリック公のことかい？あたしはそこの卒業生だからね。もうずいぶんと昔のことだが。あそこは選ばれた者だけが行ける名門校だよ。何の取り柄もないあんたが行けるもんかい。ただでさえあんたたちゾンビは階級が低いんだ。コネでもなければ土台無理さね。そうだね。心臓がなくなったら今後怪我をしても自然に治らなくなるよ。その綺麗な姿だって心臓があってこそだ。短い花の命を無駄にするんじゃないよ。第一、あんたの心臓ごときで私が動くはずないだろう。あんたは本当にバカな子だね。人魚は闇の眷属のトップ階級にいるんだ。最下層にいるゾンビと同列だと思うんじゃないよ。それに人魚の生態はものすごく価値があるんだ。だがあんたのどこに価値があるんだい。いいかい、恥ずかしいからよそではそんなバカな発言をするんじゃないよ。うるさい子だね。無理だって言ってるだろ。いいかい、ゾンビの取り柄なんて若いうちのその美貌だけなんだ。若いうちはそれこそ絶大なる美貌を持つ人魚にも匹敵するほどの美しさだが、若さが過ぎればあっという間に朽ちていくし、他種族を刺激する能力もない。そんな奴があの名門校に行けるわけないんだよ。どうしてもって言うなら、あんたをホルマリン漬けにさせてもらうことが条件だよ。それだけの美貌なら上流階級のコレクターたちに高く売れるだろうさ。うん、じゃあ交渉は決裂だね。それはあんたが可愛いからこそ言わないようにしているだけさ。なんでもないよ。ほら、もうすぐ月が沈んで真っ暗闇になるよ。早く帰らないと家族が心配するんじゃないのかい。別にもう来なくていいよ。いいから早くお帰り。
そこにいるのは？ええ、こんにちは。こんな町外れで何をやっていたの？ああ、そうそう。また会ったのよ、家人が。今度はニーナちゃんのお家ですって。マリオさんのうちの息子も姿を消してるらしいし。嫌よね。ここ最近特に増えたような気がするわ。私は今からそれを町長さんに伝えに行くんだけど。遅かったわね。一体どこに行っていたの？はあ、ごまかしても無駄よ。また町を抜け出して魔女の家に行っていたのね。もうやめなさい。あんな遠くまで行って怪我でもしたらどうするつもりなの？ゾンビは体が脆いのよ。もし大怪我でも負ったら、肉体が再生しないことだってあり得るっていうのに。ねえ、聞いているの？この町からは特別なことがない限り、出てはダメなのよ。あなたも知っているでしょ？お客？何言ってるの？誰も来てなんかいないわ。そんな手で。私がごまかされるとでも思っているの？まったく。ところで、あなた薬は飲んだの？それならいいけど、いいこと、その薬は。